このコーナーではヒストリーをやります。それでですね、ここにいろんなのがあるんだけど、これとかね、これは、はい、懐かしい、これはの一言です、ね、一番最初のシーン、これは最近見なかったね。終わったことはいいじゃないですか。はい、そしてですね、その他に何があったか、オルガスム、これも最近手に入らないみたいですけど、オルガスム過去のもんですよ。はい、そしてですね、これは、なんだ、スカルスラッシュゾーンっていうですね、オムニバスアーロンですね。あ、ごめん、ヘビーメタルフォースですね。オムニバスアルバムですけど、なんかよしき、この辺のレコーディングのいろいろしたじゃない、なんか思い出とかありますか。過去のものですよ。はい、というわけで、このスカルスラッシュゾーンのですね、なんか何だっけ、イベントがあったんですけど、そこでですね、なんかいろいろスカルスラッシュゾーンのイベント覚えてる、なんかいろいろやっちゃったことが、トシが飛び込んじゃったやつでしょ。そうっけ、なんか大体いつも俺が飛び込むんだよね、そういつも客席飛び込むの俺なんだけど、その日はイベンターさんから絶対にやめてくれ、どれが言われてたの、どれがみんなに今日は飛び込まないでねってそういう時に限ってやってくれるんですよ。で、あと僕が謝り来まして、その辺のなんか証言 VTR があるという、俺もなんだかよく分かんないんだけど、証言、いろんな人が証言してるらしいの、それを見てみましょう。スカルスラッシュゾーンっていうオムニバスのアルバムで X が参加してまして、そのイベントを豊島公会堂という池袋のすごく、ちょっと汚い感じのホールでやったんですが、その時はホールは規制があると、こういうことをしちゃいけないとか、ダイビングをするなとか、いろんな話をメンバーとミーティングしてまして、で話はして本番を迎えたんですが、メンバーはですね、それを全く無視しまして、めちゃくちゃなコンサートをやりまして、都市なんて地引き合いみたいなものを客席に投げつけたり、いろんなことがありまして、で終わって僕がメンバーになんでこういうことするんだって話をしたんですが、そしたら4日か5日、経った後にですね、よしきから手紙を1枚もらいまして、自分たちがやったことに対してスタッフがそんなに真剣に考えてくれてるとは思わなかったと反省したっていう手紙をいただいたんですよね。でその時僕は、もううちの会社含め X のメンバーと一生共にしたいなっていう気持ちが実感できた、すごく記念すべきライブでした。ここからですね、今までは初期の頃の話をしたんで、あ、よしき紹介してませんでしたね。あ、改めて、X のリーダーで、はい、ドラムとピアノを担当しているよしきです。はい、そして隣の方はで、その頃入ったギターのヒデです。はい、そして司会のトシです。1987年のですね、7月ぐらいに、なんだっけ、エクスクラメーションというビデオをね、無料配布っていうんですか、この頃誰もやってなかったんですけど、そういうことをしたんですけども、その辺のお話はヒデさん、なんか思い出ありますか。とりあえずお金がなかったですからね、僕たち。うん、で、トシ君が会計係で、僕が運転手で、この人がいわゆるマネージメントですよね。俺も運転手来たじゃん。2人で運転手ですけどね。夜運転できないの。鳥目だからね。袋目鳥目か、分かんどっちかな、分かんない。で、夜になると俺が運転するの。よしきは無謀な運転だけど怖くないんだよ。でも俺運転うまい。運転うまい。最近は運転してる。 X の歴史。あ、X の歴史、はい、歴史。それじゃあですね、ヒデが、それではヒデも加わってのヒストリー、メジャー契約前の歴史です。なんかビデオが流れるのかな。ああ、これはライブハウス時代ですね。だからこれ、このエクスクラメーションの例のビデオなんですけど、このビデオになんかまつわるエピソードとかありますか。とりあえず無料配布ですからね、やっぱすごい作るのに苦労したっていう。あ、なんか来ました。87年の夏に、
今もなくなってしまったんですけども、大阪のバーボンハウスというライブハウス、大阪のバーボンハウスというライブハウスと、あと東京のロック名館で、ビデオ無料配布ギグというのを X がやった時のビデオで、これは来場者全員に、プレゼントしたもので、曲がですね、なんとあの Stop Me in the Back と紅っていう今でもやっているナンバーをが入っているんですね。で当時から非常にあのビジュアル関係からにはあの力を入れてるバンドだったですね。その時は知らなかったんですけれども、このビデオはあのここに、まあ、インデックスみたいなラベルが貼ってあるんですけども、このコピーなんですが、これはなんか当時あのビデオ屋さんでアルバイトしていたあのギターのパタが自分でコピーをしてどんどん貼っていったっていう話を聞きまして、お笑いした記憶があります。これは東京ポップという映画に実はちょこっと出てきたね。これ初めて見た。 Hi, you're looking for a singer, right? We need a foreigner. なんか今なんか言ったんですか、吉さん。ほっといてね。これ懐かしいね。これみんなで見に行ったね、映画の日かなんかに。あ、映画の日に見に行っちゃって、俺とタイジとヒデで見に行って、ファンに囲われちゃったんで。映画の日だったから半額だったんですね。そうそう、半額だから行こうって違うよ、知らなかったんだよ。そうだって、ファンに囲われちゃった。半額だから行こうなんて情けないね、自分の映画をなんか半額の日に見に行って。